セキューターじゃない。どうかしたの？ん？サキ、紹介してくれ。ええ、こちらはミラポリスの時の人、エクセキューターよ。保安部に協力してもらってるの。こちらはドロシー。まあ、友達みたいなものよ。おい、みたいなとはなんだ。なんだその言い方は。あなた、前に暴走族だったことを忘れないでね。昔のことだろう。今は善良なマネージャーなんだ。滅多なことを言わないでくれ。お前もうちのフェンリルのショーを見に来たんだろ。どうだ、すごいもんだろう。あの、俺実は不破崎隊長に用があって。え、私何かあったの？セシリーさんから伝言で、今日緊急任務が発生してそっちに応援に向かったって。緊急任務ですって？深刻なの？人手は足りてる？多分それほど深刻じゃなさそうだし、セシリーさんだけで大丈夫だと思うよ。つまりその時間的なことで。時間？うん、セシリーさんが言うには何かの発売日だったみたいで、おそらく。まさか私の？そう、そのまさかなんだ。私のサキ、どうした？顔色が悪いぞ。サキ、大丈夫か？私はちょっと待って、呼吸は整えるわ。おいサキ、本当に大丈夫なのか？お前保安部のメンバーなんだろ。優秀な奴らを連れてきて、うちのフェンリルを守ってくれ。こいつのこの様子じゃ無理だろうし。ああ、死ぬんじゃない！うちのフェンリルのショーがここであるんだ。死ぬなら別の場所にしてくれ。ちょっと、黙ってて。おいおい、お前を心配してるんじゃないか。大丈夫、大丈夫よ。発売日後も抽選会があるもの。三日三晩たくさん願掛けしたから絶対当たるわ。おいおい、また千載さんを投げ打って抽選に参加しようってのか？それはやめろ。それにお前がいなきゃ誰が私のフェンリルを守るんだ。俺が変わろうか？エクセキューター、あなたって最高の友人よ。あなたの任務記録に残しておくわ。お願いね。あ、おい、こいつ役に立つのか？凄腕よ。私が保証するわ。さっきのやつ逃げやがった。いい加減なやつだ。仕方ない、お前で行こう。サキが推薦するくらいだ。それなりにできるやつなんだろう。だがもし失敗しようもんなら痛い目を見てもらうからな。冗談さ、安心しろ。とりあえずは信用してるさ。具体的には何をすればいいんですか？さっきステージの上にいた娘を見たか？フェンリルだ。私が担当してる。だが近頃あいつの気を引こうとする奴がいて、あろうことか誘拐予告の手紙を送りつけてきたんだ。フェンリルに？なあ、予告状はフェンリル宛てのファンレターに紛れて送られてきたんだ。だから差出人がわからず、こっちからは打つ手なしさ。なら俺の任務はフェンリルの護衛ですか？彼女は今どこに？星の海アパート304号室だ。ショーの後はそこへ戻る。しばらくは外出しないようフェンリルには言ってる。そうなんですね。
他にはない。本当に？そうだな、誘拐予告のことはフェンリルに黙っていてくれ。じっとしていられない娘だから、話せば何をしでかすかわからない。それと彼女に会ったら私の言う通りにしてくれ。言う通り？つまり私にうまく調子を合わせてほしいんだ。フェンリルの前では私に従ってくれ。じゃないととてもあの子は手に負えないぞ。よし、では頼んだからな。やり遂げたら一杯おごってやるよ。結構です。遠慮するな、さっきも呼んでやればいいさ。支払いは私持ちだ。
ドロシーお姉様、そこに誰か。何？ああ、大丈夫。私が呼んだんだ。フェンリル、あまり近寄るな。いや、フェンリル。さっきドロシーお姉様からあなたのことを聞いたの。待ちくたびれちゃった。ドロシーお姉様はあなたが一日中フェンリルと遊んでくれるって言ってたわ。え、ちょっと待って。そうだよな、フェンリルと一日中一緒に遊ぶんだ。そうだろう。うん。すごい！フェンリルね、さっきファンのみんなやお友達からたくさんお手紙をもらったの。でも、まだ読んでないな。フェンリルと一緒に読んでくれる？いいよ。読んであげる。コッハン、生涯で三日だけ君を愛す。昨日、今日、そして明日。ん？三日だけ？じゃあ365、364、363、その他の363日は何をするの？それもそっか。アイドルとの時間よりも家族や友達と一緒の時間の方が多いもんね。フェンリルはいつもドロシーお姉様と一緒だよ。昨日は一緒にお茶を飲んでね。おとといは童話を読んでくれたの。最近お姉様はフェンリルに外に出ちゃダメって言うんだ。でも今日は珍しくお仕事に出かけたんだよ。フェンリルお出かけしたいよ。フェンリル、ほら手紙がいっぱいあるよ。読んであげようか。本当？フェンリルね、字をいっぱい見ると頭が痛くなっちゃうな。ありがとう。新しいお姉様があなたを連れてきたわけが分かった。はっ！はっ！ちょっと待ってて、ドロシーさんを探してこなきゃ。ドロシーお姉様を？わあ、フェンリル
も一緒に行きたい。待って、タラシーお姉様、フェンリル、今日は遊びに出かけたいの。ダメだ。フェンリル、お友達と約束したの。ダメだ。絶対早く帰るし、変なところに行ったりしないから。ダメだ。お願い。今日はどこへも行っちゃならない。外は危険だ。フェンリル。わかった。出かけない。フェンリルいい子だもん。エクセキューター、どうかしたか？誘拐予告の手紙がもう一通ありました。なんだと？くそ、やはり一通ならともかく二通となると確信犯だ。それでどうするんです？ずっと閉じ込めておくわけにはいきませんよね。おいおい、私がやりたくてやってると思ってるのか？ペンリルの性格を見ただろう。厳しくしないとすぐ調子に乗る。抜け出して誘拐されたら、お前に責任が取れるのか？どういうつもりだ？見ての通りです。お前、フェンリルを外に連れ出す気じゃないだろうな。絶対にダメだ。許可しない。あなたの過去の付き合いとか、そっちのルートで探るのはどうです？何を言い出すんだ。私は健全な市民だ。変なことは言わないでもらおう。まあいい。確かに何もつかめなかったんだ。くそ、どこに隠れてるんだ。ここまで痕跡がないということは、フェンリルの生活パターンが知られている可能性が高いですね。そういう相手が一番厄介です。そしてそういう相手なら何もしないのはさらに悪手です。自分から危険に飛び込むよりはマシだろう。くそ、サキがいれば。待てよ、サキがあれほど信頼しているんだ。お前はさぞかし優秀なんだろう。フェンリルを連れ出すからには何か手があるんだろうな。はみ出し者は仲間との絆を信じるんだ。サキがお前を信じるなら。おっと、最後に確認しておく。ちゃんとフェンリルの面倒を見て、あいつを守ってくれるんだな。安心して任せていいんだな。何かあったら連絡してくれ。よし、頼んだぞ。エクセキュート、お手紙の続きを読んでよ。フェンリル結婚まで読んだよ。結婚って楽しいものなの？フェンリル、俺と一緒なら外に出ていいってドロシーさんが言ってたよ。あっ、お出かけ、お出かけ、お出かけ。エクセキュート大好き。あれに秘密基地に連れてってあげる。秘密基地？うん、まずペットショップで猫じゃらしを買ってから秘密基地に案内するよ。行こう。出かけるときはドロシーお姉様が心配しないようにご挨拶するの。出かけるならこのカードを持っていくといい。フェンリルが買い物をするときに使ってくれ。
ペンリル。このジャーキーが大好きなんだ。今日はワンワンのおもちゃを買っちゃおうかな。最近売り上げのランキングを見たんだ。いろいろなおもちゃがあったよ。リモコン飛行機とか。食べ物とジャーキー、他に欲しいものは？じゃなくて、フェンリル、今日は缶詰とケージが欲しかったんだっけ。
フェンリルおもちゃも欲しいよ。じゃあフェンリルはおもちゃを見てて、俺は缶詰とケージを見てくるよ。よかった、ちょっと待っててね。いくらになるか数えてみる。ケージ一つか。わー、ありがとう。すみません、缶詰とケージを一つずつください。あのガキまた来やがった。今度はあんたか。あんたが誘拐団の新しい仲間か。誘拐仲間？なんだ、あのガキから聞いてないのか。詳しく話してもらえますか。彼女のやり方は好きじゃないが、筋ってものがある。仲間を裏切ることはできない。自分で聞いてみるといい。おっと、代金を払ってからだ。誘拐仲間？フェンリル、フェンリルがいない。しまった。フェンリル、どうして外に出たんだ。お外に猫がいたから見たいなって思って。ちっちゃくてかわいい。フェンリル、店を出た時近くに誰かいなかったか。いなかったよ。フェンリル、ちょっと待っ。エクセキュータ怒っちゃった？勝手に出て行ってごめんなさい。次はちゃんと言うよ。いいんだ、次はどこに行くんだ。スーパーマーケット。フェンリル、長いロープとナイフを買うの。わかった。隣にすっごく美味しいアイスがあるんだよ。フェンリルが買ってあげる。うん、ありがとう。よし、待っててね。やっぱり出てきた。追いかけよう。しかし悪さをするにしてはあまりに警戒心がなさすぎだ。ドラボー捕まえて。フェンリル、ここで何してるんだ。子猫は大丈夫？でもどうして降りてこないんだ？危ないじゃないか。高いの怖いから。
フェンリル、高いところが苦手なのか？ありがとう、エクセキューター。怖いのに登ったの？にゃんこだって怖いんだもん。フェンリルが助けなきゃ。フェンリルちゃん、にゃんがおう。ダークエターナルナイト誘拐団のために我が刃と力を捧ぐ。時間通りここに参上。エクセキューター、お友達を紹介するね。そなたが新しい仲間だな。うん、バラの誓いに免じて先ほどフェンリルちゃんを助けた功績により、誘拐団の王はそなたの加入を許そう。え、誘拐予告の手紙？エクセキューター知ってたの？フェンリルはね、エクセキューターをびっくりさせたかったの。知ってるのは俺だけじゃない。え、そんな、ドロシーお姉様を心配させちゃうなんて、ごめんなさい。フェンリル、帰ってお姉様に謝らなきゃ。エクセキューターもごめんなさい。待ってくれ、誘拐ってどういうことだ？フェンリルちゃんは正義の誘拐をやってたのよ。普通に話せるじゃないか。言わなきゃフェンリルちゃんを連れてっちゃうでしょ。とにかくお家のない猫ちゃんやワンちゃんたちに住むところを与えるのが誘拐団の使命なのよ。いいことしてるんだから、保安部だって逮捕できないんだからね。ドロシーお姉様はフェンリルが木登りして子猫を助けることを許してくれないと思うんだ。こんなにみんなを困らせるなんて思わなかったの。ごめんね、ニャンガオ。フェンリル、今日は帰るね。フェンリルがみんなに言わなかったせいで、ごめんなさい。フェンリルちゃん、泣かないで。私も悲しくなっちゃうよ。そうじゃないって。待ってくれ、みんな泣かないで。誘拐の件は誤解だって俺からドロシーさんに言っておくよ。フェンリルは先に今日の活動を終わらせなよ。本当に？ああ。エクセキュータ、なんていい人なの。フェンリル嬉しい。黒丸はいつも違う場所にいるから見つけるのは大変かも。手分けして探せば早いかもよ。
猫の鳴き声がしない。こっちから聞こえてくる。いたぞ、あいつに違いない。寄ってきた。直接捕まえたらダメかな。見つけたぞ。あそこだよ。もう少しだったのに逃げられた。黒丸は暴れん坊なの。前に尻尾を切られたから人間を怖がるの。エクセキューターが場所を教えてくれたら、さっき買った道具を組み立てて猫を捕まえられるよ。フェンリルはケージを吊るしやすいようにロープを結んでおくね。残りのロープはナイフでチョキン。そしてキャットフードをケージの中に入れれば猫捕獲器の完成。黒丸はケージの中のものは食べないからね。あの子は警戒心が強いの。これと同じケージでたくさんの猫たちを捕まえたけど、あの子だけはダメなの。もし黒丸が自分からトラップに入らないなら、俺が追い込んでみるよ。その手があった。さすがエクセキューター頭いい。黒丸を捕まえられたら飼ってもいいって言うんだ。誕生日おめでとう。うわーにゃがお、誕生日おめでとう。よかったね、黒丸もお家が見つかって喜んでるよ。うん、手伝ってくれたお礼にみんなでバースデーケーキを食べよう。わーい、ケーキだ。いただきます。あーん、甘いチョコレートの味。フェンリル、フェンリルちゃん、フェンリルちゃん。フェンリル、どうなっちゃったの？ドロシーさんが言うにはチョコアレルギーだそうだ。ニャンガオはチョコレートケーキを持ってきたことを後悔して薬を買いに行ったよ。心配いらないよ。フェンリルはチョコが大好きなの。幸せだよ。チョコがあればフェンリルはたくさんの家族に会えるんだ。家族？うん。
堂々としたロメオに食いしん坊の牙、それに甘えたがりの垂れ尻尾。ロメオはフェンリルが見た中で一番かっこいいワンコだよ。フェンリルは昔ロメオに拾われて子分になったの。ロメオは食べ物をいっぱいくれたんだ。走るのも速くて道路にいた牙を助けたの。牙は優しかったな。でも垂れ尻尾を産んでから牙はずーっと食べてたっけ。ある日牙はいなくなっちゃった。フェンリルは垂れ尻尾の面倒を見るって約束したの。垂れ尻尾とフェンリルを見つけてくれたのはだらしいお姉さまだったんだ。でもフェンリル、もうみんなと別れたくないよ。みんなと一緒がいい。フェンリルちゃん、私と黒丸が家族だよ。ずっと一緒だからね。黒丸もそう言ってる。にゃんがを忘れないで。ドロシーさんだってずっとフェンリルのことを待ってるぞ。うん、そうだった。ドロシーお姉さまもいる。エクセキューターも今日いっぱい遊んでくれたね。あなたもお友達だよ。元気になったんなら帰ろう。うん。フェンリル、どうしてじっとしてるの？家に帰りたくないとか？ワン！どこへ行きたいんだ？フェンリル、水鏡台に行きたい！遊園地に行きたい！それから一つだけ選んで。それなら、水鏡台にする。